大丈夫？イリー・ラムセス、エジプト系のクォーター。見た目はご覧の通り、とても可愛い。イチロー君たら、おお、ナイスアシスト。安心しなさい。私のお屋敷で朝から晩まで寝る間もなく24時間365日こき使ってあげるわ。なんだあいつ、お姫様気取りしやがって。おい橘、リリー様になんて口聞いてんだ。お前なんかが話しかけていい相手じゃないんだぞ。お気を悪くして転校しちゃったらどうするつもりだ。数ヶ月前に転校してきたリリーはすっかり全校生徒のアイドルと化している。こら、どこ投げてんだよ。リリーめ、これ以上邪魔はさせないんだから。ヘミ、覗きか。違うわよ。魔女の手のひら、指の狭間で、え、えしょう、まさかお前魔法少女なのか。魔女よ。橘一郎、覚悟。ああ。一郎くん、一郎くん。あれならしいのよ、一般人のくせに。優子先生のこと。そこのお嬢さん、何か悩みがあるんじゃないのかい。そんなあなたにとっておきの品がある。これは人を使い魔に変えるという。優子先生、おはようございます。おはよう。先生、先生、おはようございます。おはようございます。おはよう。昨日あんなことがあったのに。優子先生、おはようございます。おはよう、双葉さん。優子先生に退治されたんじゃなかったの？お嬢気が悪いわね、スカイマのくせに。スカイマじゃねえよ。そもそもお前のせいじゃないのか。って、ちょっとあんた、何それ。先生、これです。おそらく魔物化の副作用だと思うわ。俺に角？あ、っていうか二人とも近すぎて、あの、その、あ、角なんて生やして生意気ね。それって高速違反じゃないの？私にくれないなら削り落としなさい。飛びつくな金髪。なんであげないといけないんだよ。もっと見せなさいだろ。こそれって面白魔法グッズじゃないの。そんなに触るな。というわけなの。少し変わった病気なんだけど、みんな立花君と仲良くしてあげてね。はーい。さあ立花君。なんというか変わった病気って紹介がショックですが、皆さんこれまで通りよろしくっす。病気か。さあてと、昼飯、昼飯。どう。何で角があるとリリーちゃんと仲良くできるのか。立花いいな。何なんだよ、角ならやらないからな。やっぱりダメだよリリー。変態魔物になって女の子を襲う前に、もしかして嫌なの？私じゃ、まあ、じゃあ仕方ないわね。私はすごく嫌だけど特別なんだから。一郎。
今俺が生きていられるのはばあちゃんのおかげだ。ばあちゃん亡き今、優子先生は俺の保護者なんだ。そして、誰だ、これ俺の大切なものを踏め、虹郎と触れ合うやつは。起きた、平民。リリー、ここで何してる。話があるの。早く起きなさいよ、クズ。あら、あんた角が2本に増えてない。なんだこれ、なんで増えてるんだよ。呪いが日増しに進化してるようね。アハハじゃねえだろ、ただ笑いに来たのかよ、暇人め。話ってなんだよ。歩きながら話すわ。はあ、なんだよそれ。うるさいわね、一郎のくせに。いけ、早くしなさいよ、学校へ行くわよ。まったく何しに来たんだ。で、靴のままだし。リリー、話ってなんだよ。ちょっと平民、何可愛いのつけてんのよ。ああ、これ死んだばあちゃんのお守り。遺言でさ、いつも持っとけって。俺のばあちゃん、太陽の魔女なんだぜ。太陽の魔女。それより話ってなんだよ、早く話せよ。おはよう。おはようございます。二人とも仲良しね、そんなにくっついちゃって。そんなことないです。仲良しなんて、だいたいこいつバカですから。誰がバカだ。はいはい。それより先生、このバカまた角が増えたんです。本当だわ。ゆうこ先生、近い。一郎くん、これはいつからなの。今朝起きたら。確実に何かの変化が始まってるわね。極東魔女組合に問い合わせればわかるかもしれない。一郎を抹殺してくれる組織ですね。俺は何も悪いことしてない。そうよ、一郎くんは悪い魔術師じゃない、だから大丈夫よ。今舌打ちした。そもそも話ってなんだよ。うるさいわよ、このバカ。さあさあ、二人とも行くわよ。待ってください。私からの素敵なプレゼントは気に入ってもらえたかな。札の効力はまだまだこれからなんだよ。あと少し時が満ちるまでお楽しみ。よっ、うっしゃー、ゆうこ先生の水着。誰だ、ボールぶつけたやつは。何エロい妄想してんだよ、この変態。リリー、てめえ今日こそちょっ。エロ変態成敗。リリーちゃんに逆らったバッザー。優子先生、橘が溺れました。あらまあ、どうしましょう。疲れた。ええ殺す気か。少し付き合い。あ、どうして。ごめんなさい、一郎が魔物化したことちゃんと謝りたかった。なかなか言い出せなくてごめん。素直に謝ってくれたリリー、可愛いよ。朝から何か話があるって
これのことか。巻き込んじゃってごめん。別に謝らなくていい。私の責任だし。いや、でも俺なんかと。そんなことない。フォローしているのか貶めているのかどっちだよ。だから嫌いじゃないって言ってるの。そっか、ありがとう。平民のくせにいつからプレイボーイになったのよ。え、謝るの。ごめん。発情してるの。これは生理現象レベルかな。魔物化はしないと思う。これからは私が全部処理してあげるわ。私だけを見るように調教してあげる。わかった。You're not into it. I'm not into it.